ギリギリピンピンって、はいはいはい、ちょっと音にびっくりしちゃったね、うん、ピンピンはね、ピンピンはね、はい、ずっとトロになってなかったからね、ジャン君、うん、ちょうどなっちゃったんだね、ジャン君。カリカワさん、ジャン君大丈夫だよ、やるよ。指先がカシャカシャだよ、ジャン君。はい。ザクザクしてるよ、今度はシオン君がやってる。さっきまでのバブちゃんがやってる。そして、アンチちゃんがポリゴンしてる。少しずつ外出てみるか、うん、どうなのかにゃ、また帰ってこなかったら大騒ぎだけど、どうなのかにゃ、それはそれでお腹が空いたら戻ってくるでしょう。あまりにも外出ないとさ、うん、やっぱりちょっと健康面でも心配なので、うん、まあ、外出たからって運動しないんだけどね、なんかね、うん、ちょっと最近さ、ご飯を、うん、あげるよってなっても、あ、食べたい食べたいってならないので、ね、ちょっと帰ってきてくれるかがちょっと心配なのと、うん、なのでちょっと、最近さ、あんまりさ、うん、中で遊ばせるのもそんなにはたくさんできてなかったじゃん、うん、だからまずは中で上下運動とかご飯、うん、上下運動とか、まあ、おもちゃでいっぱい、うん、まあ、それはだから18まで続けて、まだ3、4日あるのでね。で、とりあえずラブシオくんたちが病院行って戻ってきて、まあちょっと静養で17日まで、今度は人間がバタバタしてるから17日が終わったらちょっとずつ、そうかな、それまではまあちょっと中で運動でね、で、触るのもちょっと、強めにアプローチしてみようかな。このまま行くと本当にケージの中だけで一生を終える子になったら怖いよ。なんかね、アンズさんみたいに逃げちゃうっていうのがパターンがいるので、うん、そういう子は1階のケージ、うん、1階建てのケージ、1階しかないですね、うん、でちょっと逃げても捕まえられるから、うん、ちょっと乱暴めに、ちょっと首を持ってやるやつをして、ちょっと嫌がっても少ししばらく抱っこして、うん、で入っての戻すとかっていうのを、そうだね、やるって言っていたのね、うん、何かアプローチしないと、うん、今のまんまいたちごっこになっちゃうので、うん、ちょっと考えましょう。はい、で、もう出していいかな、トイレ掃除しなきゃ、待って、今、うん、はい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 、ジャン君もいい？いいですか？はい、開けますよ。はい、じゃあのとこちょっと行ってみよう。
はい、ほらどう？しおんくん、中入ってみたりしないの？もうあんまり興味がないんだよね。なんか面白いことが起きないからね。君たちは遊びが全てだもんな。うん。ちょっとキーボード。ちょうだい。ちょ。あんたに取られちゃうんだ。ああ、今度はマウス。カメラを持ってくれる？そう。今度はペン。あのね、上手にいろんなものを落とさないで。無理。だって夢中になっちゃうんだもん。うん。押すなよ。やめて、このカメラはやめて。はい、もうラオ君のいないところ。もういくらしても届かないよ。なんか動いてるな。あれ、マウスどこ行った？あれ、さっきのマウスのやつ、なんかコンピューターが動き始めちゃってる。触らないようにしたんだけど。うん。ちょっとこれを止めてからじゃない。なんだろうこれ。初めて見る。ポケット入れちゃう。今度は何？携帯、スマホ？やっぱりね。だと思った。踏まれる直前にちゃんと撮ったからね。あずちゃん。上にもいいね。ほら、ふや。今の運動はね、君手だけだからね。あ、やばい。
上をパコンって上向いちゃうね。はいはい、はいはい。ゆるゆすぎちゃんだよね。はいはいはい。どうぞ、置いたよ。ゆるちゃんのが持ってくるね。もうなんか、しおんくんもぐるぐるだね。はいはい、はいはいはい。あ、また。できたよ。はい。ちゃん、お腹空いてないの？ちゃんくんまだそこにいるの？ちゃんくんお腹空いてないの？ご飯置いてあるよ。はい、ちゃんだ。シオンくんさ、外に出た瞬間にやれば、まあそれもやってるか。うん、なんでご飯のタイミングになると甘えたくなっちゃうの？なんかちゃんとご飯だよって言うとこっちに寄ってくるのに、寄ってくるのに甘える。不思議な子ですね。どうしたんでしょう。どうしたんだ。そしてあずちゃんはなんか食べなくなったね。うん。どうした？って言わなくなったね。遊びの時は元気そうだから、うん、あと一応あの減ってたから、うん、ちょっとずつ食べることにした。ずっちゃん何かだね。あ、ほら来ちゃったよ。早く食べないと。頑張って食べて。ラブちゃんが自分の食べ終わってウェットだけ食べ終わって来たよ。頑張れ頑張れ。